はい、こちらのね、おもちゃも、こちらのね、福袋、下の紹介させてもらった福袋の中に入っていたやつなんですけど、これね、多分パッと見、これだけ見ても、何？っていう状態なんですけど、僕もこれなんか意味は分かってないんですよ。SENOBY って書いてるんですけどね。それ以外何も書いてないんですよ、これ。これが、まあ、違うと思うんですよ。ジュースのこう、食玩としてこんな感じでね。まあ、こんなでかいのはないと思うんですけど、こうやってくっついていたか、まあ、これがね、おもちゃとしてあったかはわかんないんですけど、これね、福袋の透明のね、端っこにあったんで、僕いつも言ってるんですけど、動物関係の僕おもちゃ好きなんですよね。だからまあ、こちらもね、まあ、パンダなはずなんですよ。原型がね、パンダとは書いてないんですけど、まあ、誰が見てもパンダですね。で、これね、このね、台を見ただけで僕分かりました。こういう台のシリーズのおもちゃってよくあったのが、これ今ね、普通にこう立ってますよね。こうもちろん。ほんで、何しても何もならないんですよ。まあちょっとこれ手がね、こうちょっとゆらゆらしてるんですけど、これ何かって言ったら、こういうね、おもちゃよくあったんですよ。今の子分かるかな？これをね、ピッと立ってるやつでも、これをへこますことで、ほら、こうやってね、倒れ込むなんです。倒れ込むわけなんですよ。ほんで、こう元に戻すとピシッとね、立って、ほんでまたこれをね、こう、ギュッとすると、こう寝て、でまたこうするとピッと元に戻るんですよ。こういうのね、結構ありました。ただもう今はね、こういう雰囲気のね、まあ、おもちゃっていうか、フィギュアっていうのか、まあ、言い方がちょっと僕わからないんですけど、まあ、こういうおもちゃね、当時よくありました。でも今はもう作らないですね。ほんで、これをね、まあ、おしゃれと感じるか、いいと思うのか、何これ、こんな別にこんなになるのが何がいいの、はい、ゴミじゃんって思うかは人それぞれなんですけど、私はね、こういうのがまたね、味があって好きなんですよ。はい、こんな感じのね、ちょっと詳細不明のパンダちゃんのね、起立をするおもちゃなんですけど、まあ、こういうね、ショートバージョンで動画をね、配信していきたいと思いますので、私のね、内容がいいと思ってくださった方、ぜひチャンネルと、あ、ごめんなさい、チャンネル登録とコメントの方をよろしくお願いいたします。